ニュースのお時間です。ナビゲーターの増座でございます。某人物が侮辱罪が強化されたから、示談金を支払った方が良いと配信をされておりました。では、この件で少し解説をしたく思います。まず、侮辱罪の判断基準です。事実に基づかないことを公然と複数名に言いふらすことです。ちなみに、名誉毀損と侮辱の違いは、具体的か、抽象的かの違いです。 例えば、象座は、オール一だからバカこれは、オール一という実例があって、具体的ですので、名誉に分類されます。ただのバカは侮辱です。では、ここで重要なのは、事実に基づくかどうかです。事実であれば、罪に問うことはできません。また、事実に対しての感想を述べるのは、感想とわかる形であれば、言論の自由の範囲と言えますので、最高法規である。 憲法で守られておりますということは、簡単に言えば、でっち上げを広めると、罪となるという話です。では、続いて、訴えるぞ、として金銭を要求する行為は、恐喝となります。実は、侮辱がいくら強化されたとしても、恐喝の方が罪が重くなっております。侮辱行為はやめてくれ、これは問題ありませんが、金銭要求はさすがに良くない気がします。 言われたくない気持ちもわからなくありませんが、だからといって、さらに大きな罪を犯してよいわけではありませんので、注意が必要に思えます。それでは、チャンネル登録をお願いいたします。